ただいま。多分大丈夫そうだった。ただいまなさい。こんばんは。ただいま。よいしょ。こんばんは。そう、羊ヘア、羊ヘアね、やばくない？毎日さ、本当にさ、鈴木誠也選手がさ、トレンド入りしててさ、本当にやばい、本当にやばい。こう、今日はそう、羊さんヘアにね、してもらいました。そう、なんか一部と二部で変えようって思ったけど、けどなんかあんま羊さんヘアしないからなんかレアだし、なんかいいやって思って変えなかったの。めーんそうよ、カープの4番が日本の4番にね。こんばんは、ただいまです。鳴き声びっくりしたそう、サナとおソロだったの。そう、お疲れ様です。来たら目やったってiPhone デビューおめでとうそう、今日はね、何ヘアにするって言われて、何にしようってなって悩んでて、で私がどうしようって言ってたら、あと10秒で決めんかったらここの高めツインにするけんねって言われたの。するからねってヘアさんに言われたから、ダメって言って、今日は高めツインダメだって、私 MC なのにそんな、私が高めツインとかしてたら誰も私の言うこと聞いてくれないって言ってそう、ファンパーティー、そう、このね部屋だったんだけど、そうで、ダメですって言って、羊さんにしますって言ったの。そう、なんかね、すごいんだよこれ。ここ編み込みして、こうやって三つ編みしてるの、どっちもね。そしたらヘアさんがここで編み込みして、羊、あの、こんなくるくるする前にこうやって編み込みして三つ編みした時に、はい、できたよってわざとね言われてねそう、D ライブで部活中歌ってくれたの、嬉しい。それだけ時間がかかった。でも言うて、言うて普通だと思うけど。そう、それで今日は羊さん部屋にしたんです。飼ってくれるんですかお久しぶりです。あら、いっぺん久々やな自分でもできるって、うん、練習したら今度やってみようかな、自分で羊さん部屋。まあ自分のっていうよりメンバーの髪でやった方がいいです。こんばんは、伊豆千代さん。こんばんは。アンナの喋りたい、どういうことやねん日本語ファンパーティー行きたかったって、ユーミンちゃんと見合いましたよ約束守った、レクルスさん、いい子だ偉いですね。そう、今日はですね、ファンパーティーで1部と2部があって、1部を MC したんですけど、そう、もうね、手が足りんかった。そう、なんか MC もするし、回答もするし、問題も出すし、でもうね、大変すぎて、もうね、その次のね、第2部では改善してねそう、やりました。ゆうきさん、はじめまして、初見ありがとうございます。物販いたよ、昨日。そうね、一部で、まあ、発表したんですよ、その、あの、コラボルームがね、できるよっていうこと。そうなの。そう、コラボルーム泊まろうって思った方いますか？あんちゃんルーム泊まりたい、嬉しい。ジッスンさん、パジャマお揃いのやつ、何が書いて、アイスが書いてあったかな、私のパジャマ、なんだっけな、
タペストリー全員分ありますよ。そう、みんなあるよ。寝れないわろ。ホストカード、そう、アメニティ、いや、各メンバー一人じゃないと思う。そう、ちゃんとね、ツイッターとかね、ちゃんと9時までね、みんな書いてなかったと思うから、いい子だったよ。泊まるの男性ばかり？え、わかんないそれは。それはわかんない。個別に11部屋あるらしいよ。イコラブのファンの方、いい子ですね。前ゼリフ言いません言いませんよ。足のいる世界のミュージックビデオ最高って、ななちゃん嬉しい。嬉しい。今泉さん初見こんばんはです。おさむねさん、アバターが被ってるね何ピカチュウだ、かわいい。めーめーめーはい、ハイスちゃんありがとう。あ、タコじゃん10回聞いたって、嬉しい。推しのいる世界、そう、羊、ヤギじゃない、羊。ピカピカピカチュウ、もう喉痛い今日、疲れた。ちょっと喉が疲れた。そう、空き時間長かった、めっちゃ長かった。ミュージックビデオのクマさんポーズ。メンバーはね、お弁当だった。ビュッフェ食べてないのね。てか今日あれだったんでしょ、7階まで階段で登ったんでしょ。え、マジでお疲れ様です。知らなくてそんなこと、なんか私が言うのもなんなんですけど、ごめんね本当に、なんか本当に、なんと、なんと言いましょうか。あの、明日筋肉痛になったらもう私に言ってください。どうにかします。無理ですけどね。いや本当にお疲れ様です、ありがとう。そして本当に、いやー、マッサージ考えるわさすがに。本当にありがとうございます。びっくりしました。私はファンの方のリプで見て、えっと思って、本当にごめんね、ありがとね。そうやって言ってくれて嬉しいわ、エリ君、安心します。おしーべ行って運動できるの受ける。ゼロ部寝坊しちゃいけんよユーミキャプテンはいじられて面白いと思うマサオさん、ありがとうございますそっか、髪型そうおしゃれでしょ。またインスタ載せますね。イコールアルファさん嬉しいです。おしせかもスクショしてたって、まゆこちゃん、まほるちゃん、すべてリーダーのせいって、ごめん、メンバーと同じことばっか言うじゃん。メンバーももう最近みんな全部リーダーのせいにしてくるからね。リーダーって詰めてくるからね、あの人たち。あ、空色さん、あ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 、リーダーしっかりて、はい、頑張ります。
ナスライさん、イエスタデーも会えて嬉しかったよ。わざわざ来てくれてありがとうね。ありがとう、テンションさんの言葉で頑張れます。確かにミリのセンター曲の方はね、縦型の MV だから、みんな頑張ってるで。コミカルアンちゃんよかった、嬉しい。あ、大型の何ハゲって何ハゲてないやろ。ウケる。ゆいにゃんめっちゃ分かったよ。今日はねもうね、みんな結構近い距離だったからね、一人一人のねお顔がよーく見えましたよ。楽しかったチロルさん打ち上げ。カサカサ嬉しい。呼んだって、ドリューさん呼んだよ。ズルズル近くで見ると迫力すごい、嬉しいよ。最近まあイベントとか多かったかもね、なんかいっぱい最近踊ってる気がする。なんか聞いて、なんかね仕事が、あね、前なんか毎日こうやって会って、しかも結構昼も夜もある感じだから、どっちもなんか結構ご飯が出る日が多くて、マジ最近食べ過ぎててマジ反省中って感じ。でもあんま反省してないんだけど、なんか踊ってるからいいやと思っちゃうの。こんな私を誰か怒ってください、反省しに来ました。コンソメスープも飲む、そう飲んでるんだけど、マジプラマイゼロってことにしよう、ゼロって感じです。違う、大食いっていうかいっぱい食べるメンバー多いから迷っちゃった。いっぱいメンバー、翔子も迷ったし、翔子誰と迷ったっけな、花、リサも迷った。そう、ね、なんでみんな細いんだろうね、わからない。それはうん、嬉しいよ、いっぱい食べる君も好きって言ってくれて。体すこやかちゃん今日もあった、マジで多いです。普通になんか、まあもらってるってわけじゃなくて、普通にスタッフさんがそのコンビニとか行ったら絶対体すこやかちゃん買ってきてくださるし、あと R1、 最近は絶対にそういうコンビニとか行って、なんでスタッフさんが買ってきてくださるときはあるのは R1 と R1 とかヨーグルトがとりあえず大量にあるので、体すこやかちゃと、あとオロナミン C が 2,3 本あります。そう、伊藤さんは多分イコラブの方に先来て、そのスタッフさん今日大変そうだったよ。でも秋葉原となんだっけ、あそこラクーアはまあなんか近いらしくて、そうだからスタッフさんはどっちも行ったり来たりしてて、そう最初一部こっちいたけど途中はのいみちゃん行って、でこっちに戻ってきたりしてて、いろんなスタッフさん大変そうでした。そうファンの方もだよね。オロナミン C は私とマイカがよく飲みますね。伊藤さんは偉い方です。確かに AKB さんのタイトル1486m ぐらい、確かにそうかも。そう、携帯が落ちた。オロナミン C 飲んだことないの？大好きだよ。
R1 は続けて飲むとインフル予防効果があるらしい。そうそう、楽は、そう、指原さんね、いらっしゃったみたいで、オロナミン C になりたいの？ダメだよ、タコじゃないとダメだよ。自由人、あなたのおすすめ本まだ読んでない。羊さんです。今日は初めて羊さんヘアした。メンバー結構やってたけど初めてしました。そう、声がちょっと枯れてるんすよ。そう、ここに今日リボン2個つけてたの。今日最近ちょっとね、メンバー同士でね、髪飾り交換してます。今日も私のはキャータンがつけてたりと。そうね、でもライブのあるイベントが少しないから喉は大丈夫です。でも最近はね、ヘアさんにもね、そう、いじられるから。今日はメンバーにもね、なんか何言われたかも忘れちゃった。でももう記憶にない。そう、コアクがそう喉使うの。だから五分やってるメンバーに、なんか、なんでそんな喉強いのって、喉痛くないのって言った。喉は痛くないよって言ってたから、私ってマジクソだって思った。マジクソな喉してんなって思いました。強くなりたいよ。遊郭さんじゃ聞かへんねん。そう、多分あ、もうね、あのね、五分やっとって、多分最後五分ね、多分声出てないと思うねんっていうぐらい、なんか喉弱いんだなって思って、そう、ショック。そう、なんかわーわーって言っちゃって、きっと喉でね、喋っちゃってるんだなって思って、悲しい。ダメですね。そうそうなの、無言握手しない、絶対しない。もうしないです。でもなんかね、これね、いおりとね話してたんだけど、なんかありがとうより上の言葉がやっぱ欲しいよねって、なんか伝えたいんだけど、あんまりなんか二人でね悩んでて、悩んでるっていうか二人で話してて、なんか本当はもっと伝えたかったりいろいろするんだけど、とっさになったら伝えたいこととかうまく伝えられんよねみたいな、難しいよねっていう話をしてて、本当はもっとなんか、なんだろう、気持ちを伝えたりしたいんだけどっていう話をしてたんだ。そう、だからなんかね、それでもなんかクソありがとうで、そう、難しい、本当に
伝えたいんだよ。けどうまく伝えらんないから、上手なメンバーは本当に羨ましい。ファンの方も一緒やんな。なんかもうありがとうって、来てくれただけでありがとうなんだけど、そうなの。ね、ありがとう、本当にありがとうの最上級ってなんだろう。エリー君のめっちゃさ、どっちもめっちゃさ、すごい真ん中にいたすごい。アザースにしよう、アザースのがいい。アザース、 Thank you がいい。本当、ありがとうじゃなくて。コンティヌちゃんがそうやって言ってくれて嬉しい。生きててくれてありがとう。正明さん、生きててくれてありがとう。本当にありがとう。せいちゃん嬉しいよ、そんなん言ってくれるんや。また手紙出しまして、ありがとうございます。ありがとうの最上級。お久しぶりです、メガネのおじさん。お久しぶりです。当たり前、当たり前だ、いそちゃんちゃん。シオピン待ってます。あんは大好きっていうよりは好きじゃけんって言います。大人になった感じがする。あ、それを最近すごいインスタとかでなんか大人っぽくなったねとか、なんか色気が出てきたねってね言われるの。それをメンバーにね、最近そうやって言われるんだって言ったらね、どこがだよ、1ミリもねえぞって言われたんだが、ガビーン。残念。誰がそんなこと言ってんの、どこを見てそんなこと言ってんの、一番ねえぞって言われた、ガビーン。悲しい。うん、でも最近ね、女の子とかが特に茶髪がいいよって言ってくれるからすごい嬉しい。メンバーに同意してる場合ちゃうで。おかしいなって感じ。そうだよね、大人っぽく最近なった気がする、自分でも茶髪にして。なんだけどね、メンバーにはね、それがね伝わっていないようです。あら、タワー、田島ゆいさん、ありがとうございます。どんどん綺麗になってます。そんなことはないが、ありがとうございます。ありがたわです。田島ゆいさんはアンのこと、大人、いや大人なんだよ私。そうそう、最近ツインテールとかしてると握手会とかツイッターとかゴホロリって言われるんだけど、それはさ褒め言葉なの、何なの、褒めてる、それっていいこと、あんま分かんない。私ロリじゃないよ。でももう21歳、もう次22歳になるんだよ。でもツインテールしちゃってるのは自分なんだよね。そうなんだよね、そうなの、自分でしちゃってんだよ。そう
芦名ゆいさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがたわです、芦名ゆいさん。なんか顔はそんなに子供っぽくなくて、結構ちっちゃい時か大人顔はそうなんか子供系って言われなかったの。どっちかと言ったら大人っぽいって言われてたんだけど、多分喋り方とかなんか身長とかでなんか子供って言われるっていう、しかも多分なんかそういうイメージなんですよね。そうだし、まあ服装とかがちょっとピンクが多かったりワンピースみたいなのが多いっていうのもあると思うんですけど、でもマジで顔だけほらショールームとかでこうやって見ると多分普通に年相応に見られるんですよね。そうでもなんか小悪とかで高めついとかしたりするとみんなにゴッホロリカって言われます。ポポちゃん、でもそう、それがいいって言ってくれたりするからやっちゃうんだけどね。そう、塩ピン嬉しい。あと3分やでって言われてさ、えっと思って見たらさ、まだ39分やねんけど、どういうことポンポン、あと3分で寝んの。おい起きろ起きろ。ピンクは卒業したくない。最近のおすすめのコスメ、え、なんだろう。この世の中いいコスメだらけすぎて、ちょっとあ、でもなんか今日ね、スタッフさん何人かな、5人ぐらいのスタッフさんと話してたんですよ。でなんか昨日私が時計が読めないみたいな話、読めないわけじゃないけど読みたくないみたいな話をね、あのこういう電子時計じゃなくて丸い時計のやつの話をしてて、なんかそれをなんか言ったんですよ、スタッフさんに。そしたらなんか、えーみたいな、はーみたいに言われて、マジ現代以降って言われました。そうでもね、5人とも女性3人って男性2人だったんですけど、みんな時計、あ、みんなじゃないか、でも前はつけてたって言ってたから、もうみんな時計つけてたから、え、見るんですかその時計、飾りじゃないんですかって聞いたら、見るよって言ってた。なんか携帯より楽だよって言ってた。なんか携帯探してる暇、探してる、探す、探さないといけないから、どこって携帯ポッケだっけカバンだっけってなるから、こっちの方が早いよって言ってた。あんなアイドルじゃなかったらやばかったと心から思うって、あらーん、ほんと、あら、それは大変、アイドルでよかった。人は人なんよ、大切なのは自分。うん、分かった。アイドルでよかったね。だってプール行ってないよ、3年間ぐらい行ってないですよ、プール行ってないな。あんは泳げません。いや、どっちかといったらアウトドア派かも。2つに分ければイコラブの中で。ビニールプール送ってくれるのありがとう、お家でやるね。あら、おもしょう。バーベキューもね、できなかった。あら、さくらさん、みんな釣ってくるじゃん、逆に。口笛ね、あんまできん。でも夜に口笛っていけないんでしょ。
お化けが出るとヘビが出るってアンはヘビが出るって教えられたよ。ヘビ出てほしくない、でも吹けないからアン大丈夫なんだ。あ、吹けた。疲れた。もう今100匹ぐらいヘビおるんやね。口笛吹いたアンに落ちてきてほしい。ホラーやんそれ。ホラーでしかないじゃん。幽霊出るん、いやいや、いやいや。ナータンが口笛めっちゃうまい。音程とかも取れるタイプ人間。うまいですよ、本当に。寝れなくなっちゃうの？寝なきゃ。だって明日月曜日だよ。みんなお仕事とか学校なんじゃないの？今日早く寝れそうって。でも今からお風呂入って、って感じ。あくびしちゃった。ダメな。ねえ、ごめんね。あ、ごめん、月曜日って言葉聞くだけで泣いるって。じゃあ今日金曜日だよ。明日土曜日だね。うっそ。明日からもみんな頑張ってね。なんかさ、そんな土日とかの休みをさ、私たちに使ってくれてるって考えたらね、ありがたいなって思う。うん、な曜日感覚ない。みんな毎日朝起きて準備してお仕事行ったり学校行ったりしてるだけで本当いい子だよ。本当に偉いんだよ。みんな毎日自分のためにも人のためにも頑張ってるんだから偉いんだ。でもそうやって自分のためにも人のためにもみんなが頑張ってるから、そう、みんな頑張ってるからみんな頑張ろうね。だから明日もまた夜にショールームに会いに来てね。いい子ですね。いい子ですね。そう、イコラブが支えてくれてるって。でもイコラブもみんなが支えてくれてるからありがとうね。お腹空いたの。じゃあ何食べよっか。いい子なんですよってでっかい大ちゃん。そうなんですよ、みんないい子だ。推しのために生きてるのって優しい。優しいユーミンもロンリーボーイさんだ。でもさね、あれじゃない、何もせずにさ、なんだ、まあ、例えばだけど、じゃあ何もお仕事とか何も頑張らずになんだ好きなことができたりするより、頑張って好きなことができた方が楽しいとか達成感とかっていう気持ちがきっとあるから、みんな一緒に頑張って
達成感で嬉しさ倍増って感じの方がハッピーかもよ。なんか頑張らずにじゃあ推しメンに会うより頑張って推しメンに会った方がその時の嬉しさは多分イエイってなるんだよ。よりハッピーさをね感じましょう。そうモチベって大事だよね。私たちもそう、みんな人間そうじゃない、モチベーション何かないとダメだもんね。モチベーションってすごい大事。今のモチベーションなんだろう、わかんないけどふと言われたらなんだろうって思うけど、響く、嬉しいよそんなん言ってくれて。頑張って学校プリンさん、絶対3分以上経ってるからポンポン来週の仕事頑張れるって、頑張ってね。好きなことを仕事にするんじゃなくて仕事を好きになればいい。そうだね、好きなことを仕事にできることがもちろん一番だけど、それってなかなか難しいもんね、そんな人は。でもそう考えると私たちは、私はそうなのかもしれないね。でもさ、その最初は好きじゃなかったけどその仕事が好きになるってかっこいいよね。まあ辛いことは多分どんな職業でもきっとあるよ。辛いことを経験したことない人なんていないからね、絶対。だからまあみんな一緒だよ。頑張るからちゃんとやってください。考えとく、それはちょっと今すぐには決断できない。どんなにさ大好きなことをやるっていう自分が望んだお仕事でも大変な時はやっぱ大変だし、辛い時はきっと辛いじゃん。そう、でもやっぱそれがその仕事が好きだから辞めないわけで、そう結局好きなんだよね。いいことやん、ケンケン素敵、頑張ってね。伊豆千代さん、あんなアイドル好きですよ。刺さりすぎるって、あらズキ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 そうね、どうせやるなら楽しくやろう、どうにかなるっていう精神でやろうって言ってる自分がねあれなんですけどね、どうにかなる精神で頑張りましょう。ともさん頑張ってね、来てくれてありがとうね。今日も気楽に行こうぜ頑張ってね、みんな頑張ってるだろうけど、お受験頑張って、大変だ頑張って、応援している。明日もこの配信の時間かな、わかんない、もうちょっと早いかな、どうだろう、遅いのかな、わかんない。国家試験応援してます。ニコラジにメール送ったって、ありがとうございます。
ヨッシーさんお疲れ様です。ここはねちょっとね秒数が長めなの、あの1分60秒じゃないの、ちょっと120秒ぐらいあるゆるゆるなのんびりな空間なんです。私の喋りが今日は遅いからマジ今日ちょっとゆっくり喋ってる。そう、私のヘアメイクしてくれるの？家具さん。じゃあアンナの顔面と顔面を持ってください、盛らせてください、ちょっと頼みますゆいにゃ頑張ってね、応援する。眠気を誘ってるつもりはないんですけどね。まあちょうどいい、今から寝るだろうから皆さんいい子守歌だなって聞きながら寝てください。そう、羊が1匹、羊が2匹、羊が3匹っていう、アンナが今日羊なんで。寝たら月曜が来る。なんか寝るのってもったいないって思うよね、って思わない？なんかこの寝る時間があれば何かできるって、楽しい自分の娯楽にも使えるって思うんだよね。もったいないって思っちゃう最近、なんか時間が、夜寝る時間がもったいない、なんか YouTube とか見たいと思っちゃう。でも最近はなんかあんま見ずに寝てたから、でも本当は見たい。睡眠は大事って分かってるけど、そう、ぜひ今日はアンナのことをね思って、アンナ羊をね数えながら寝てくださいね。アンナが一人、アンナが二人、怖いね。夢だおう。推しのいる世界のじゃ MV を見てから今日は寝るっていうのを皆さんのミッションにしたいと思います。推しのいる世界の MV を1回でも見ないときっといい夢が見れないと思うので、絶対に見てから寝てください。やば、カサカサ嬉しい。また明日から1週間一緒に頑張りましょう。今から見たら寝れないの？でもショールームの画面見てる時点でもうアウトだから、ブルーライト目に入れてっから大丈夫大丈夫そう、あれはそう、のんのの家っていう感じ。夢に出てきた？ゴリラお化けさん家。やった、褒められた、表情うまい、やった。そろそろお時間、ほんとだ3分切ったね。七人読みます。13位がゆいにゃ、12位がジェニュインさん、11位が上海さん、10位がデルファイさん、9位が香港の KK さん、8位がゴーンさん、7位がジッスンさん、6位がクロさん、5
5位がゆかりん、4位がレグルスさん、3位がマルキンさん、2位がひとみん、1位がさしなゆいさんです。ありがとうございます。ランダム4人、1人目、ポントヨゴさん、2人目エリーさん、3人目よびっくりマークさん、ラスト4人目おとうさんです。ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。早く寝るんだよみんな、おやすみなさい最近マンじゃんけんします。せーの、てけんじゃんけんじゃんけんグーグーです。おやすみなさい、ありがとうございました。あと1分あったよ。おやすみとボール弁当箱。おやすみなさい。バイバイ。See you. 明日の朝ごはんは、わからん。バイバイ。でもさっきサラダ買ってきた。コンビニで。でもね、今だけサラダ食べようって思うの。どうせ明日サラダ食べるけど、他にもいっぱい食べる。じゃあね、 See you. おやすみ。宣言した。バイバイ。うめえ。羊が一匹、羊が